戦力外調査まとめ森ゆえと、DNA、中川隼、DNA、堀岡隼人、DNA、住谷銀次郎、西武、加山信也、ヤクルト、西川春樹、ヤクルト、増田修、ヤクルト、鍵谷陽平、日ハム。ヤクルト、DNA が積極的に調査、巨人は複数トレードの動き、中日も何かしら出てきてほしいな。ドラゴンズ先越されるぞ、ヤクルト、DNA は同じリーグなんだからさ。そろそろ動いてもいいんじゃない中日。山崎幸也と山川欲しいなあとは中身川。立浪は山川穂高狙ってるからそこがどっちなのか。決まらないと次の手が決めれないのかもしれないしな。山崎幸也と上林誠二取ろう。取れなくても参戦する姿勢は見せてほしいな。この2選手に限らずやけど。上林の名前上がってないでワンチャンある。上林を取るべきだろ。水面下で上林獲得に動いていることを祈ってる。まあ断裂した選手は常に爆弾抱えてるから計算には入れづらいだろうな。枠打順も空いてるし3人くらいは戦力外投資欲しいな。ついに戦力外選手も取れなくなったか。今年の戦力外例年に比べて宝の山なのになんで動かんのや。二軍で回せる投資取ってくれ。やっぱり入団拒否されてるのかな。さすがにそれはないやろ。NPB と社会人の野球だと給料面は NPB の方がいいだろうし。勝つ気あるんかな。そろそろ動けよ。なんで中日が動かねえんだよ。調査くらいしようぜ。投資と野手一人ずつくらい戦力外から拾ってこれんのか。拒否されているんじゃないか。日本一の王者も何かしら出てきてほしいな。 FA 参戦するお金はないから、せめて戦力外選手の獲得は動いてもらわないとね。動きが遅すぎる。早かったのは支配下を開ける動きだけ。補強するする詐欺かよ。これは一気に発表する感じだな。今のところ何の情報も流さず、嘘、マジ、ほんま、みたいなリアクションを得るために隠しているに違いない。知らんけど。